みんな調べてきてくれたらね、工事と戦争の関係性。はい、はい、じゃあ、今日は工事と鉄道について詳しく説明していきましょう。王子と鉄道の関係については分かったけど、やっぱりそこまで興味も湧かないな。まだそんなこと言ってる。誰？しかもここどこ？こんなこと前に待ったような気がする。たくさんの交通会社が乗り入れる王子町にいながら興味がないなんて。あれ？あなた前に待ったような。1988年に開業した JR 山口線の王子駅、君もこれで学校に通っているよね。うん。逆に言うと、これがないと学校に行くことができない。そう考えたことある？それは…そう思うと興味がないなんて言ってられないでしょ。確かに。JR 王子駅はこれくらいにしよう。次は近鉄王子駅、新王子駅だよ。近鉄王子駅、新王子駅って名前だけど、そうなの？そう、元はといえば2つは違う会社の駅だった。その頃の名残だね。知らなかった。しかも元々は2つとも近鉄の駅じゃなかったしね。え？もちろんこれで通勤通学する人たちもいる。そうだよね。でも僕には JR 以外関係ない駅が。そんなことない、鉄道だけじゃないの。君は通学に奈良交通バスも使うよね。あれもそっか。オッケー、じゃあ帰ろっか。すごかったね。今まで知らなかったこともたくさん知れたし、交通や鉄道が少し身近に感じるようになったよ。ふう、よかった。鉄道を少しでも面白いと思って身近に感じてくれて。うん、ありがとう。これからは鉄道や交通の役割を意識して感謝して過ごしてくれると嬉しいな。うん、わかった。それじゃあこれでお別れだね。バイバイ。ちょっと待って、